せーの、ワイン1チャンネル。はい、はい、すいません、新メンバーですか？新メンバーです。すごい大量に採用しました。というわけで今日はちょっとここ大阪に来ていまして、はいはい、で自分のセミナーを開催しています、はい、なるほど、はるばる来たわけですね。そうです、はい、で、はい、これからまあ4時間やるんですけど、はいはい、純度の高い方々がそうです、ね、こんなにも集まっていただいて、はい、わ、はい、かりました。ちょっとまあ邪魔にならないようにその様子だけ、ね、お届けできればと思いますので、はいはい、皆さん頑張ってください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなざっくりとしたそんなプランで始めます。で、まあ、あと皆さんの動きを見ながら、まあ、いろいろ考えて進めていきたいと思うので、本日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まあ、今感覚空いてるんでそのままでいいんですけど、まず、構えからですね、自分の、肩幅よりも、少し広いスタンスで構えて、前後にこう向いてください。はい、で、じゃあ早速その構えを保ったままフットワークの方を踏んでいきます。まず前足を踏んで後ろ足を引きつける。で、これは前方に行く場合ですね。で、後ろに下がる場合は後ろ足から前足、こういうフットワーク、はい、ステップ&スライドのフットワーク、これをちょっとやっていきましょう。はい、あ、なんだ、ありがとうございます。1回目です。ここに4つ、ここをキープして、そうで、ここだと力が入る、ここの高さが、そうです、その上でこれがポンと合わせて伸びると、ここに置いておきます。はい、このライン上にフットワークをするっていうのはすごくやっぱ難しいので、まあ、もし皆さんお家で練習される時とかはこういうスローイングのこの縦のラインとかを利用してこう練習すると、動いてる間にだんだんこうやってずれていかれたり。した場合、ちゃんとしっかり一回一回修正して、だからこうじゃないですね、こうじゃない、両足同時に動く、これ前、そうで後ろ、ありがとうございます。ありがとうございます。こうなる。で、相手の中心を捉えているところになる。ここがラインが、この足のラインですね。これをキープしたままちゃんと動かないと、例えばこういうふうに足を踏んでしまうと、これ正しく、パワーが、この打ったパンチのパワーが伝わらなくなるんです。だから打撃を有効にするためにも、足の動かし方とポジションの取り方、どこに足を配置するかというのはすごく一番重要なことなので、大きく動く必要はないです。例えばこうやって前手に出してます。これに対してこうやって大きく動く必要なくて、本当にここでこんだけで、はっ、そうそうですね、はい、これで OK、はい、はい、そうまい。素晴らしい。1、2、
そうなんです。で、まあ、今フットワークなんで、はい、この後もう打撃パンチに入ってるんで、フォーカスミットやってみたいな感じで。なるほど。こんな流れでやってます。普段の稽古もこんな感じ。そうですね。大体こんな感じ。まあフットワークを特に長くやるんで。大阪セミナー何回目でしたっけ？これ回でそう2回目なんで。2回目。はい。2回目の方もいらっしゃるんですね。そうそうそう。でやっぱそういう人たちはあの DVD で見てくださったり、なるほど、してくれてると結構できてる人が、なるほどね、いたので、あ、なるほど、そうびっくり。素晴らしい。素晴らしいんですよ。平さんどうですか？平さんどうですか？大阪1年ぶりぐらいですね。皆さんどうですか？あ、本当もあの飲み込み早いと思います。そうなんだよね。普段見せない平さんの顔が、あ、撮れてた、撮れてた、はい、もう指導してる顔が、はい、結構指導してる時は自信満々なんだな。声張ってた。そういいじゃん。びっくりしました。新たなまたじゃ一面が見れてね、はい、一番の収穫でした。よかった。このセミナーの、はい、こんな感じでやっております。、はい、またセミナーは今後も今のところでやっていく感じなんですか？できればいいですね。はい、こう、うん、なるほど。いろんなところで習いたい人なるほど。くださってるんで。まあ、ジークンドを習いたい人のためのプロジェクト水面下で進行中ですからね。そうね。はい、それにもこうつながっていけば。そうですね。はい。はい、ということで。はい。お魚から来て。はい。引き続き頑張ってください。はい。手を組んでいただくんですけども、なるべく自分の背丈、まあ、体格と合った人と組んでください。で、女性陣はここでちょっとやりましょう。まあ、やろうはどっか散ってもらって。はい、やってもらえればと思います。はい、じゃあパートナー組んでください。どうしたの？すごいでしょ？平さん、こんな大きい声出せるんですか？そうなんだよ。いつも僕、テロップのちっちゃさで遊んでたんですけど。ちっちゃいやつね。2列作るので、まずこっちにミットの人、ここ並んでください。パートナーで、相手はこっちに。はい、平さん史上一番でかい声出します。平さん史上。史上、はい。ミットを、まずフットワークしなくていいので、その場でここから正しいこのフォーム、ライン、揃うよ。ラインを揃えようとしすぎて、こうやってなっちゃうと、結局ここで揃えたラインが、こう引くことによってずれちゃう。標的がここにあるのに引くとずれちゃうので、ここをしっかりまっすぐ打てるように稽古してください。なるべくこのニュートラルな状態から一切こう動かさずに、動かさない状態を作った上で集中して一打を打つようにしてください。はい。じゃあちょっと実際にやってみます。はい。はい。なんちゃって。ありがとうございます。今年度よろしくお願いします。去年度やりました。はい、後ろ脇を構え、そうそうそう、外で遠藤さん。